比例代表選にも一票の格差があるとして、おととし10月の衆院選が憲法に違反するかが争われた裁判で、最高裁は合憲だとする判決を言い渡しました。比例代表の最大格差はおよそ 1.3 倍となりましたが、最高裁は憲法の規定に違反するものでないことは明らかだと判断しました。